私、フローラと申します。サラボナの富豪、ルドマンの娘ですのよ。それ神殿を建ててみたけれど、修道院の方が良かったかしら。銃と剣を一体化したガンブレードか。私の武器に似ているの。はっ、悪いが手を貸してはやれない。自力で切り抜けてくれ。手始めに一つ目だ。今日俺のファンがまた増えちまうことになるな。あのスイッチは天井からたらいが落ちてくるトラップです。絶対そうに決まってますわ。あら、踏んでしまいましたわ。ごめん、遊ばせ。シードで鍛えた傭兵の腕、この戦場で見せてもらう。はスイッチで勝負の流れは変わる。使いどころを考えないとな。休んでいる暇はない。2軒目を取りに行く。さっさと次のマークに行くか。こんなところでモタモタしててもしょうがないしな。この地味な店が俺の大勝利への始まりになるわけだな。ダイスさん、私を運命の場所へ導いてくださいな。私の初お店、愛しいあの方に来てもらえる素敵なお店にいたしますわ。せっかくだし楽しくやろうぜ。まあ勝つのは俺だけどな。はあ、悪いな。勝つのは私だ。立ち止まることなく次に備えよう。スイッチね。この俺にさえ害がなければ何が起こっても構わねえぜ。まっ大掛かりな仕掛けだな。どんな奴がこんな面倒なもん考えるんだろうな。わたくしはフローラー、サラボナに咲く白バラ。どちらの道へ進もうかしら。自由気ままな旅路というのも悩ましいものですわね。お前の番だ。思うままに進めばいい。はあ、思い切った策を使う。やはりお前が一番の強敵か。前だけ見ていくさ。最初の店か。先は長いな。誰が勝つかじゃない、いかにして俺が勝つかだ。
関所で小銭稼ぎだ。二つ目のマーク、先はまだ遠いですわね。お店が手に入るかどうかはダイスにかかってますわ。いい目が出るのを祈りましょう。あなたのプレーしっかり観察させてもらいますわ。はマークは2つ、これで半分揃った。楽しんでこそゲームだろ。とりあえずゲットと。とにかく店があるとないとでは全然違うからな。振るのって結構大変ですのね。でも頑張りますわ。それ。は？飛空艇に乗ってあの方とお空のデートをしてみますわ。あなたには感謝いたします。次は私だ。さて、効率よく残りのマーク2個を手に入れるにはと。同じエリアに店が2軒もあると二股をかけてる気分がしてワクワクしてくるね。順番を待っている間一人でしりとりしてましたの。このお店を生かしきれていませんわ。ですから買い取って差し上げます。行け。この俺のダイスさばき見逃すなよ。ダイスの目が出てもそれは神様のおぼし召しですわ。あなたはこのお店を生かしきれていませんわ。ですから買い取って差し上げます。銀行場に止まると次にどうすればいいのか迷ってしまいませんこと。私の番だな。行くぞ。神にすがるのは趣味じゃないが、神の力を利用させてもらう。マークはあと1個だな。勝つためとはいえ回りくどいこった。飛空艇があれば余計な寄り道しなくて済むしな。ダイス大好き。コロリンコ。それ。あなたはこのお店を生かしきれていませんわ。ですから買い取って差し上げます。株価が上がったことより、あげてくれたあなたの優しさが嬉しいですわ。何が出ても戦うだけだ。で、軽い損失だな。
ダイスも人間の運命もどう転がるか分かんねえよな。ここ一番に本気を出せるように今はしっかりと休んどくってわけさ。次はきっとあの目が出ますわ。こんなに安いお店ならいつか5倍買いするのも悪くありませんわね。はっ、独占を狙っているのか。セオリー通りの作戦だな。ダイスがどんな目を出そうが、ただ流されるつもりはない。運命を切り開いてやる。お前の勢いを利用させてもらう。店が休みだからって遠慮することなかったのにな。このゲームは世間知らずの私にとっていい経験になると思いますの。空飛ぶ船で楽をしようってんだな。へえ、分かってる。たとえ遊びでも手を抜くつもりはない。願ってもない幸運だ。素直に受け取ろう。たまには城の方から俺に会いに来てくれてもいいと思うんだよな。はい、さーて、分け前のついでに月も分けてもらうとするか。ゲームが終わる頃にはちょっぴりたくましくなってしまいそうですわね。私のお店の定休日を勝手にお決めにならないで。はっ、あなたのエリア独占妨害させていただきますわ。迷いはしない、前に進むだけだ。この程度で勝てるつもりか。どういうセンスだ。さっさとダイスをよこせよ。テンポよく行こうぜ。年中無休でしたらこんな思いしなかったのに、休日なんて嫌いですわ。お店が自分の子供のように思えてきましたわ。はっ、おかげで稼がせてもらった。お前に借りができたの。私に勝つ気でいるんだね。あいにくだがそうはいかない。こういうこともあるんだな。もうじきレベルアップか。まあ単なる通過点だな。金は天下の回り物。この賞金景気よく使ってやるよ。あらま、もう私今
リリアンちゃんの晩ご飯を何にするか考えてましたのに。いいさ、関所くらい取り返せば済む話だぜ。分かった、すぐに型をつける。オーソドックスが一番強いのさ。木の店でガンガン行くぜ。どれを立てても今一つ。それなら普通のお店にしておきましょう。信じていましたわ。ダイスがどんな目を出そうが、ただ流されるつもりはない。運命を切り開いてやる。なりふり構っていられるか。きちんと増資して俺に釣り合う立派な店にしてやらねえとな。場所へ導いてくださいな。駆け引きはもう始まっている。ちょっとダイスのご機嫌が悪いみたいだな。なかなか増資ができねえぜ。ここで買い物することがあなたの幸福に結びつくなら、いくらでも俺が力になるさ。お店を大きくしたいですわ。だって今のままじゃせっかくの株が泣いてますもの。お前に助けられたな。礼を言う。私とやり合う覚悟はできたの。守りを固めてしのいでやるさ。自分の店にうまく泊まれないってのはイライラするぜ。店にしろ女性にしろ、まずは出会いが第一歩だよな。優勝してこれ以上お金が増えたらどうしましょう。そうだ、銀行場を作りましょう。それ
はこれも作戦のうちだ。念のために言っておくけど、このダイスは何の細工もない普通のダイスだからな。こういう安っぽい店に来るとパルミドを思い出して体中が痒くなってくるぜ。プチピンチですわ。増資をしたいのに自分のお店に入れないなんて。にいる皆さんが私のために走り回るなんて、フローラ感激ですわ。はっ、私とやり合う覚悟はできたか。で、軽い損失だな。みんな本気で来いよ。俺はいつでも本気だからな。この店の悲鳴が聞こえたから救い出してやったまでの話さ。どうやったら自分のお店に泊まれるのかしら。こればっかりは運。安心して通えますわね。はっ、たとえ遊びでも手を抜くつもりはない。これで一周したか。次はどうする。迷うのなんて後回しだ。まずはどんどん進んでいこうぜ。世間のことに疎い私ですが、精一杯やってみますわね。これくらいのお店なら安心して通えますわね。10株売りで弱体を仕掛ける。この程度で勝てるつもりか。どういうセンスだ。よし、さっさと行くぜ。こういう安っぽい。あれこれ考えても、安いお店なら。はっ、何が出ても戦うだけだ。考えてから行動したんじゃ遅すぎるのさ。行動しながら考えないとな。
どんなダイスの目が出てもそれは神様のおぼし召ですわ。それまあ魅力的な株、私もご相伴に預からせてもらいますわ。はいけ。突破口を開く。そこから反撃だ。ようやく俺の番だな。待ちかねたぜ。優勝してこれ以上お金が増えたらどうしましょう。そうだ、銀行場を作りましょう。いつか5倍買いするのも悪くありませんわね。はあと一つのマークを確実に抑えよう。このスイッチでルートが変わる。利用できそうだな。ダイスも人間の運命もどう転がるか分かんねえよな。ゲームが終わる頃にはちょっぴりたくましくなってしまいそうですわね。それ！は？一応礼は言っとくぜ。まだまだ世話になるからな。ダイスがどんな目を出そうが、ただ流されるつもりはない。運命を切り開いてやる。荒っぽい扱いには慣れているつもりだが、この扱いは何なんだ。ここからだな。こういう安っぽい店に来るとパルミドを思い出して体中が痒くなってくるぜ。ダイス大好き、コロリンコ。よし、俺から特別にピタリ賞をやるよ。俺の店にもピタリと泊まれる券だ。何が出ても戦うだけだ。この俺のダイスさばき見逃すなよ。あらま、もう私今リリアンちゃんの晩御飯を何にするか考えてましたのに。you
で、軽い損失だな。なんだよ、じっと俺の顔を見て。ああ、俺の番か。こういう安っぽい店に来るとパルミドを思い出して体中が痒くなってくるぜ。ダイス大好き、コロリンコ。駆け引きはもう始まっている。ようやく俺の番だな。待ちかねたぜ。罪悪感なんてないね。5倍払うって言ってるんだからさ。ダイスさん、私を運命の場所へ導いてくださいな。これくらいのお店なら安心して通えますよね。は？運が良くても油断するなよ。幸運はすぐ悪運に変わる。悪いな、勝つのは私だ。この程度で勝てるつもりか？どういうセンスだ。念のために言っておくけど、このダイスは何の細工もない普通のダイスだからな。こういう安っぽい店に来るとパルミドを思い出して体中が痒くなってくるぜ。世間のことに…誰？は？ただの木の店にそんなに払ってくれるとはね。まあこっちはありがたいけどな。私に勝つ気でいるんだな。あいにくだがそうはいかない。誰が勝つかじゃない。この店の悲鳴が聞こえたから救い出してやったまでの話さ。どんなダイス？誰？私の目指す最高のお店になるまであと一歩ですわ。は？様々だな。ありがたや、ありがたや。前だけ見ていくさ。で、軽い損失だな。よし、さっさと行くぜ。女神のような人だと噂には聞いていましたが、優しい人よ。噂以上だ。あれこれ考えても無駄ですわ。
出たとこまかそれはダイスがどんな目っここからだな。次はきっとあの目が出ますわ。それ。株で儲かりましたわ。お父様に教えていただいた知識が役に立ちましたの。ラッキーってのはいきなりやってきていきなり去っていく。大事にしろよ。行け。さっさとダイスをよこせよ。こういう安っぽい店に来るとパルミドを思い出して体中が痒くなってくるぜ。ダイスを振っ、それ、こんなに安いお店ならいつか5倍買いするのも悪くありませんわね。はっ、私の株に一体何の恨みがございますの？私の番だ。みんな本気でこ、こういう安っぽい店に来ると順番を待っている。わかった。すぐに型をつける。ルールはルールだ。文句があるなら、こんなルールを決めたやつに言ってくれ。楽しみでこそゲームだろう。賞金をもらうま。なんだよ。こういうやつ。何が出ても戦うだけだ。ダイスも
人間の運命どう転がるか分かんねえよな。飛空艇の機動力で電撃戦を仕掛けるつもりか。迷いはしない。前に進むだけだ。移動の手間が省けたな。念のために言っておく。ここで休む。順番を待って。それ。増進ドッカーンですわ。これでお店を買い取ろうったってそうはいきませんことよ。前だけ見ていくさ。今日は休みか。買い物は次にしよう。人が休んでる時にわざわざ訪ねてくるのは野暮ってもんだぜ。迷いはしない。考えてから行動したんじゃ遅すぎるのさ。行動しながら考えないとな。こういう大佐誰？遊びでも。この俺のダイスさばき。こういう安っぽい店に来るとパルミドを思い出して体中が痒くなってくるぜ。ダイスを振っ、誰？はっ？分かってるぜ。そのまま独占するつもりだろう。栄光は常に愛される魂と共にある。あなたを見ているとそう思います。
く目標金額か。それじゃそういうことでお先に。それ。これくらい。もうゴールに向かうだと。食い止めるにはどうすれば。この俺のダイス様。はい。あれこれ考えても無駄ですわ。出たとこ任せ、運任せですわね。それ。絶対にあなたをゴールさせませんわ。ルドマン家の名にかけて。巻き添えを食ったな。まあいい、私はお前にかけたんだ。分かった。守りを固めてから逆襲だ。迷うのなんて後回しだ。まずはどんどん進んでいこうぜ。ダイスの目が出ても、それは神様のおぼし召しですわ。それ。精鋭とはいえ。候補生に出し抜かれるとは。何が出ここから。勝ち逃げを許すほど私は甘くないんだ。は？したのはあの方と出会った時以来ですわ。やれやれ、今回ばかりは幸運の女神もご機嫌斜めだったみたいだな。何も言
言わないでくれ。これは一人で遊ぶ勝ち抜き形式のモードだ。己を鍛えるのに最適だな。